メイナス様、あと少しです。何者にも怯えることなく授かった生を享受できる世界、我々の悲願はすぐそこまで来ています。そう、その前にあのモナド、手遅れになる前にモナドを砕きさえすれば確実に勝てる。まだ存在している、わかるのだ私には。ザンザよ、今度こそ。もう二度と。シュルク、シュルクよ。誰？僕を呼ぶのは。シュルク、君は未来を垣間見る能力を得た。それは神の定めた因果律、運命を見る力。神？巨神のこと？なぜ未来を変えたいと願う？なぜ神の意志に逆らおうとする？なぜって当たり前だよ。誰だって嬉しくない未来は変えたいさ。それが神の意志だって従いたくはない。そうならば、シュルク、君は君のモナドを見つけなくてはならない。僕のモナド？そうだ、それこそが唯一の。そうはいかないよ。だって君はもういないんだから。みんな無事？ええ、なんとかな。しかしあんだけの攻撃を受けたってのに、俺たちよく助かったな。まったくだ。運がいいといえばそれまでだが、それだけで片付けられるものとも思えんぜ。それはメイナス様のお力によるものでしょう。誰だ？マシーナか。あなたはバネア？バネアってことは、あんたもしかしてミゴールさんの？ご無事で何よりです、メイナス様。メイナス様？あのフェイスはあなた方を抹殺するために差し向けられたもの。本当に無事でよかった。嘘よ、カドが私たちを殺そうとするはずないわ。あの者にホムスであった頃の記憶はおそらくありません。今のフェイスは巨神界の生物を殺戮する単なる兵器。そんな。フェイスとは、捕らえたホムスの脳幹部や代謝に必要な臓器を寄進兵に直接組み込んだ兵器。兵器として完成させるためには記憶や感情は妨げとなる。ですが初期に製造されたフェイスは実験的な意味合いもあり、生前の記憶を残したままのものが多く、それゆえに任務遂行に支障をきたすことが多々あった。現在のフェイスは生前の記憶情報を完全に削除されています。それはもしかして私のせい？
いいえ、あなたのせいではありません。ヌムカとかだろうな。奴は俺たちに対する執着心が強すぎた。それゆえに身を滅ぼしたとも言える。ゾードってやつもそれっぽかったよな。ええ、その通りです。嘘、嘘よカード。カルナ、説明してほしい。なぜあなた方、いや、エギルは僕たちを鬼神兵に。目的は何なんですか。あなたの持つそのモナド、それに対抗するため。やっぱりモナドはハイエンターやホムス、つまり巨神界の人族に対して効力を発揮しません。1年前の戦闘でモナドに煮え湯を飲まされたエギルは、その生態を組み込むことで対抗しようと考えたのです。そうだ、モナドは最初人を斬れなかった。だが今は違う。ザンザの血に連なるものは斬れない。それが唯一の弱点ですが、その枷はザンザによって外された。ザンザに連なるもの、あの巨人は一体何者なんだ。あなた方ホムスの始祖。あいつが。そして我が兄エギルの友であり最大の旧敵。鬼神界を滅ぼしたのはザンザなのです。な、神兵用に探求員のローラン様が建造された我が軍の最新鋭兵器。壮観だな。巨神界に生きる者たちが結集した姿は。はい、もっと早くこうあるべきであったか。さすれば父上も。殿下、ディクソン殿から敵の新兵器の存在が分かったのは行幸、防備も間に合った。これより体験の要塞攻略戦を開始する。要塞を抜けば鬼神界帝都は目と鼻の先だ。この戦いは我々巨神界に生きる者たちの未来を決する戦いだ。望ましい未来を、輝かしい栄光をこの手につかむために、総員進軍。あなた方鬼神界がザンザに滅ぼされたというのは本当なんですか。僕はそのザンザの剣を持ってるんですよ。僕はあなた方の敵なんですか。ならなぜあなたは僕を。シュール君、落ち着け。ごめん。これから鬼神界帝都アグニラータに上がります。鬼神界の帝都に。なぜだ。エギルの面前にでも引き出すつもりか。言葉で説明するよりもあなた方の目で見た方が早いでしょう。この鬼神界の歴史を、鬼神と巨神の戦いを。この先に鬼神教皇内中央交渉へと上がるリフトがあります。目指す帝都アグニラータは中央交渉を抜けた先です。